パンキャップパーカーコーデです。こんばんは。ギフトありがとうございます。あれだな、前髪に目に前髪が刺さってる。ちょっと伸びる、ね、ギフトありがとうございます。ピーナッツ、ピーナッツがいっぱい。安部さんありがとうございます。こんばんは。寒いね。寒かったね。今帰ってまいりました。さっきまで外出たけど寒かったです。ルル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 ル。待って、受ける。ステイウェイ NG 出してくれたので。何が伝わっておりました。おめでとうございます。楽しんでください。悲しい、私のどこにいなくて悲しいです。誰が当たったんだろう。一人の教えてくれてた子いたんですよ。嬉しい女の子でした。ミネヨシのとこは女の子が当たりやすいんですよね。わからんけど平等だと思いますけど。あと誰が当たったんだろう。当日、当日ドッキリとかじゃない系の人は教えてくれたら嬉しいです。当たったよ、行くよっていうの。4人でしょ。ギフトありがとうございます。誰だろうろろろろろ。ドキ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 。ドキ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 。テリリテリリリ。まあお話し会とかでもいいのでね。教えてくれたら。嬉しいね。ボーリングの時はね、一人だけね、当日まで教えてくれなかったんですよ。ドッキリスタイル。そう、当日ハラハラスタイルだったんでね。まあ、あいつは単押しじゃなくて DD の方だったんですけど。そう、 DD で選ばれたのが私で、言いづらかったのか分からんけど、当日まで教えてくれませんでした。あごひげやだな。こうどうしたらいいんだ。中にしまう。かわいい。このチョーカーはかわいいですよ。
最近ゲットした首絞めスタイルちょっと間違えたらね、これ窮屈になって首が締まるんですけど、この中間も可愛い。誰だ、チョコキッちゃんは死に当たってない気がする。私の持ち込んでくれたのかな、スペイベちゃんと来てね。当たったのに来ないっていうのなしですからねそのねえおるよね、おる人はおるよね。当たったのにそのどうしても来れなかったみたいなやつはねいいですけど、遅延みたいな、なんだか分からんけど体調不良とか、申し込んで当たったけど気まずくなったので行きませんっていうのはなしですからね。4人ですから4人の狭き門に通ったわけですから、うん、来ていただかないと困ります。こんばんは。こにゃん、アリカンです。神ありがとう。シャリダウンエオー、シャリダウンエオー。当たると思ってなかったので行く準備ができなかった。当たってないですね。当たってないですよね当たった人はねそんなこと言わないんでね、当たった嬉しさがあると思うんで。こんばんは。むにゅん、ここのプニプニがいらない。こんばんは。話し会決済済ませてきた、ありがとうございます。そうですよね、お話し会決済よろしくお願いします。この再販期間で申し込んでくれた方お願いします。スペイベの引き続きだけお休みでしたので、ゆっくり広島うろちょろしようと思います。嬉しい、マジでゆきちゃん来てくれるなんて、楽しもうなマジ嬉しいんやが。ハートありがとう。ジャズやっと見れた、カンゾーちゃんありがとう、嬉しい。うんうん、ジ
ゃず今日までですよ。アーカイブ見てください。めちゃ嬉しいね、ジャズ普通にね、びっくりです。なんか好評、アイサのファンの人がね、よかったって言ってくれるのはまあまあ私もわかるまあまあまあわかるんですけど、ギバントの人のね、ギバントの方、主さんの MVP にもなれるなんて。今日ドラムレッスンに行ってきたんですけど、私が習ってるドラムの先生と MAQ のフルートの方が仲良し、毎日 LINE するぐらい仲いいらしくて広島って広いんか狭いんかって感じだよね。そんな感じの感じらしいんですけど、初めてリハで合わせた時からなんか愛さんの歌が一番良かったと思ってくれてたらしいです、フルートの太田さん。そんなことは知らなかったです。びっくりびっくらぽんで、うん、びっくらぽんです。でもね、まあ自分的にはね、そんなにいっぱい褒めてもらってなんなんですけど、自分的にはそのリハとかで合わせてた時の方がうまかった。なんかね、おかしいなんかね、おかしいっていう現象に陥ったんですよ。別に緊張してるのかしてないのか、うん、よくわからんって感じでそう感じだったんですけども、もうちょっとできたと思う自分で。でも嬉しいです。キラキラありがとう。好きな曲が増える、うわ嬉しいですね。それは嬉しいです。だるまありがとう。フォローしました、ありがとう。みちがいちゃんそれよかったって言った、音みちゅー、歌詞の意味が伝わってきた、嬉しい。重い女のだねってみちが言ってくれたからね、その赤い服着て赤い服着てリボンつけた女が、ね、そして僕は僕じゃなくなる。歌詞が重いんですけど、重い女だねって言ってくれたから演じることができましたなりきってね、こんばんは。初訪問ありがとうございます。右上のハートをしてルームフォローよろしくお願いします。仕上げだ、ストリートファッション、うん、分からんけど、まあアイスはこういう系ですよ、こういう
こういう系統。ラフすぎないようにちゃんとチョーカーつけたりとか、ここがハートで可愛い感じを出したりとかしてます。してます。今日はこの帽子かぶってるとこの写真を撮ってもらいたくて、アリカンキャップもねゲットしてくださいっていう写真を撮ってもらいたくて、このコーディネートにしました。リラリン、重い女じゃないですよ私は全然。誰よりも誰よりも愛したせい、そんな感じじゃないんですけど全然そんな感じじゃないんですけど、演じたって感じですかね。もう僕はじっとしていられない、愚か者と後ろ指さされても、本気とはそういうものだろう。改めて歌詞重いな。ウィッチーズウィッチとかもそうやけど、スタジオでやってる曲重いな。もう僕はじっとしていられない。2月4のお話し会で歌ってくれる歌は ST の曲オンリーじゃないですよ。何でも OK、 何でも OK 丸です。2月4日歌企画にしたんですけど、でも前日になんかで聞くかもしれない、その質問、インスタの質問ボックスか普通にツイートするか分からんけど、前日とかに教えておいてくれたら嬉しいです。決まってる方は、ね、この曲歌ってほしいとかがあったら、その昔すぎて忘れてる曲とか歌ったことあるけど思い出しとかないかんしって感じで聞きます。僕はじっとしていられない。ふっかるのおじさんどういうふっかるおじさん、お見送り、鬼の目にも涙あげる、アンビー卒子。言おうとしたのに忘れたの。なんか言おうとしたのに忘れた。やこやこいろんなとこに行っちゃう。それはどうなんでしょう。それは
ろんなとこに行って推しメンが増えるのはまあどうなんでしょうって感じですけど、アイサがいる現場にいっぱい来てくれるのはいいことですね。県を問わずね。あとありがとう、あのだれ公園昼当選しました、ありがとうございます。頑張ります。頑張ります。勘が冴えてる。こんばんは。初訪問ありがとうございます。ルームフォローと X とかインスタのフォローもお願いいたします。ありがとう。当日会いましょう。二度目の気絶後に来て、どういうこと？どういうこと？どういうこと？どういうことだ？今日でジャズのオフショットは全部送りました。メールにしか送ってない写真もねいっぱいあるので、メンバーとのツーショットとかメールも見てください。そしてアーカイブは今日までなので、はい、目に焼き付けておいてください。よろしゅう。 X、Twitter にまだね全然載してないので、赤の赤ドレスが好評やったからそれも載せたいんですけどね。なんか写真で見るとさ、なんかちゃうねん。なんかね難しかった。赤と黒はねなんかさ漏れない。ちょっと暗いんかな、分からんけど、あんまりいい赤に映らんかったのに写真で撮ったら。まあいっか。全身赤ドレスの全身写真とかはメールでしか送らないので、そう、メール撮ってくれてる方限定となります。うん、付き始め、もうお前撮るのいいですね。どういうこと？撮ってないんですか？私のメール撮ってないのか。付き始めってあさってか。ありがとう。歌姫って感じ素敵だった本当。よかった。今日ね違うフィッティングだったんですけど、でスタイリストさんに会ったんだけど、あの赤ドレスめっちゃ可愛かったですねって言われました。フィッティングした時はね。この肩のところがでかすぎて何もしないのに肩がペッて落ちるとか、予想外に丈が短すぎてどうしようってなってたんですけど、衣装は一番可愛かったですねって言っていただきました。
結果的良かったです。肩はめちゃめちゃに縫ってもらって、ちっちゃくしてもらって見えて落ちないようにしていただいて、ありがとうございます。写真がですね、ずっと撮ってるですよねいやですよね、めっちゃベーンって落ちて、これは肩をこう出すオフショルのやつなのかと思うぐらいベーンって落ちる。でもそのネットのやつみたいにちゃんとここにあるからさ、いやここにあるものだってなって、これはでかすぎるめっちゃ塗っていただきました。テロップも防止、そうですよ。これが一番おすすめかな、キャップは。なんやかんや、アイボリーとかも多分可愛いと思うけど、じゃーん、まあキャップは好みやな、この色は。グレーだとアイボリーじゃないね。白。うん。うーん、今日はこれだな。今日のコーディネートにはこれがなんやかんや一番ね使いやすいと思います。この刺繍も全部黒いやつ、これがおすすめ。真っ黒もあるけど、真っ黒とこんぐらい色が違います。イメージも全然違う、変わると思われる。黒もいいんだけどね。真っ黒もいいんだが、一番これがおすすめかにゃ。私は色でまだ迷ってる方を無難にこれがいいと思うよ。お店みたいに並べてるのこの後ろに。わかった、なんかここにかけてみるとかどう？え、待って、いくね。倒れるか、重くて。そっか、お店感出るよ。どう？いいじゃんいいじゃん。こんばんは。そう、黒、真っ黒とこの刺繍も黒いやつは色がね
なんかサイトのやつ見たら同じ色なのかなと思うぐらい似てるように見えるんですけど、全然色は違うよっていうことだけ、ね、配信で見せておかにゃいと。これも好みなんですけど、刺繍はねこの同じ色の方がおすすめかな。可愛いです。池のソロコンアーカイブで優しい役は楽しみにしてたねえ、優しい役もアーカイブで見れないらしいですよ。なので池の方には私映ってないことになるかも、出てきてないこと夜見ていただきたいかな。めっちゃ悲しいんやけど。チリチリリン、テリンテリンテリンテリテテリテリン、あの人は悪魔、私は虜にする優しい愛なんか池の方に映ってないってことか池の方で歌ってないんだ私、悲しすぎる。こんばんは。中島みゆきさんの曲、中島みなんだ時代、時代かな。あの人は悪魔まで映ってました。あ、そうなのそこだけ受ける。あの人は悪魔、そこだけ受ける。私を虜にする、こことかめっちゃね決めてん、決めてんというか表情管理ねやったの。同じようなことできないけど、曲かかってないと入れないタイプだからさできないんですけど、とりこにするふうとかやってんのにさ、全然さカメラが近寄ってくれてなかったからさ全然わかんない悔しい。配信でしか見てくれてない人はさ全然わかんない、伝わんないかもな。悲しすぎるよね、カメラアングルが、うんうん、全然寄ってくれない感じで。優しい悪魔、髪型天才やん。本当。これ使いこなせてんのかな。なんかさ手のさあれなんかな、右手でしかさこうやってできないからさ、多分左はこうやってうまいうまい こうなるんだけどさ、右がさこうなるやん。こうなってんのになんかこっち向いてん。結構悩みなんだけど、こうやん、こうさちゃんとどっちも内向いてほしいのにさ、でもこう右手でやるから左うまくて、こう左手でやったらできるんやろうけど、なんかそう こっち向いてる出来上がった瞬間は多分こっち向いてたはずなのに、意味わかんなくない。ちょっとなんかなんか納得いってないちょっ
ちょっとなんかうまく部屋ね、このスタイリングできない。ギフトありがとう。こんばんは。キャンディーズさんは知ってるけど、でも有名なやつだけやね。さすがに優しい悪魔は知らなかったです。年下の男の子ハウ、まあさすがに歌ったこともあるし知ってますよ。生意気で LOVE 嘆きいす、私のこと好きかしら。知ってるよ。気聞かせて。ハートありがとう。パワーえ。オペラはママとシェアしてどっちも飲みました。どっちも飲みましたけど、ホワイトチョコの方が甘いやん。だからどっちもちょっとずつ飲んだ上で、ママが黒い方を飲んで、アイサが白を飲みました。ちょーん満足結構満足しました。あれリピートもう一回飲みたいとかないかな。一回飲めたんで満足です。やっぱスタバは定番商品が好きだな。全然飲んでなかったんですけど、最近オペラは今日飲みました。エサのスタバのおすすめはアフォガートフラペチーノです。アフォガートがうまい。へえ、悪魔そのヒットとかじゃないよね。なんかアイサだってが昔の曲詳しいのはさ、アッシュで歌ったことあるとか、アッシュの誰かが歌ってて聞いたことあるみたいな感じでさ、知ってるだけだからさ、有名だから知ってるとかじゃないんだよね歌いやすいとか、誰かなんか3人でやりやすいとか、せーのとかで、ああみたいな知ってるって感じ。全然知らない曲も多いですよ。池が歌ってたルージュの伝言とかめっちゃ好き。そのマジで歌下手時代、小学校の時の歌下手時代の時に、そういうなんかルージュの伝言って可愛い曲じゃないですか。でめっちゃサビとかでめっちゃ高くなるわけでもなく至って簡単な曲だと思ってたからさ、その歌下手時代とかに歌練習してた記憶ある。あの人のママに会うために今一人列車に乗ったの、黄昏迫る街並みや車の流れ、横目で追い越して ハートありがとう。懐かしいって感じ
残したまま交わりの遠ざかってゆくわ。ギフトありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。わわわわ、またね、ジャズ終わったのでなんかいい曲探しというか、特にね STU のこの曲をこれまでにやるっていうのがもうなくなったのでな、歌自分の歌を強化するためになんか課題曲みたいな見つけてまたやっていく行かないかんのでね、曲を曲を見つけないかんな。歌唱力で歌うやつとかじゃなくてね、難しい、その曲選ぶのが難しい。そんなさレパートリーおさめっちゃ知ってるわけじゃないからさ、ね、パワー渋誰の歌だっけ。銀の竜の背に乗ってトゥトゥルルルルルだっけ、ゆかさん、秋吉ゆかさん歌ったよね、めっちゃ覚えてる。初報もありがとうございます。フォローしました、ありがとう。あ、昔はみゆきさんだっけ。そっか、チャラチャラチャラルル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 ルってる曲じゃないのがやりたいんですよ、この何でもない期間にこの何かのために練習せないかんとかがあんまりないこの期間にさ、自分の声と真逆の歌手の方いっぱいいるじゃないですか。太くて厚くてみたいな迫力のある説得力のある声の人の歌を歌えるようになりたいですね。マイさんの声は軽くてなんか高い方に行けば行くほど軽くなって積極しちゃって説得力がないような声になってしまうんですけど、まだね今特訓中です。それうん、太い声の厚さや、ね、声量はねあるんですけど、私声量あるんやけど
この重さ重さが軽いんで、カバーはカバー時代で切るそのアイサが時代で極めたらどうなるのね。中島みゆきさんとかそれこそ練習したことがないからさ、うん、まだミーシャさんとかはある、ちょっとちょっとやってみようぐらいでミーシャさんとかはあるけど、中島みゆきさんとかないな。あれとかも鬼塚千尋さんとか絶対アイスじゃないやん。 I am God's I この腐敗したダラダダダダダレタ I am my feet on the wind こんなもののために生まれたんじゃないまさかのね、鬼塚千尋さん月光とかあるな、椎名林檎さんむずいよね、歌むずいよね、だるまありがとう。だるまうん。嬉しい。YOASOBI、YOASOBIさんはなんかちょっと近い気がする。近いよね。どっちかと。待って K の笑顔で話すメディア歌えんけどねむずすぎるけど声の感じが似とる。椎名林檎さんね、聞いてみよう。難しいよね、曲なんか特徴的で難しいイメージ。スーパーフライさんね、スーパーフライさんはマジで高いんや、うん、マジで高い、パワフォー、パワフォー。でもね、ありますよ、てんてん遠くに伸びる影、涙消した世界で一つの、あるけどあれマジむずい練習し、なんか一回やってみたことあるけどね、なんかいざという大事な大会とかではなんか怖い怖い、あれは失敗、失敗率の方が高そう。フォローしました、ありがとう。ジュジュさんね、そう、そういうなんか大人、大人系、全然声の声の作りから違う人の曲をね練習して習得したいって感じですかね。
演歌は無理やねん、演歌は無理やねん、演歌は無理やねん。スミャンが誰もありがとう抜けてるとこさえよ彼女のエリア完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様でるるるるあれってマジむずいよね。リーブウケる、リーブハイってさ、リーブハイはマジむずいよ。リーブハイリーブハイ私を見つけたことを消してラブラブラハイヤ後悔させないわ。え、マジ高いあの曲マジ高い。あれあさ、池とさカラオケとか行って歌ってみようって言ってみた曲すごい。これはさマジカラオケで歌ってみたくねって言った曲なんですよ。リープハイ絶対歌えんやん高い高すぎる。あれを踊りながらさ、そのレベル分けテストとかで歌ってたらマジやばいって感じ。うん、普通に高すぎる。デレレレレンデレレリ。中森明菜さんね、中森明菜さん低いよね。私は泣いたことがない。でもめっちゃ好き。私は泣いたことがない。デレレレレレレデレレレレレレデレレ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 私泣いたりするのは違うと感じてた。ゲレンデね。あ、広瀬香美さんはあの得意です、うん、得意。あなたとね今日がチャンスね次のステップ進みたいのさっきからね可愛く歌わないかんけど気づいているよね夜空にぎわす天使の羽。あそこが好き。コートの上から抱きしめといてちょっと太ったなんて聞かないで。チチチ性格変えた方がいいかもよあサビに行くところの前のこの歌詞が好き。絶好調真冬の恋スピードに乗っていいよね。あとありがとうございます。スキーしたいかわいさまーちゃん本当本当ですか。
と太ったなんて聞かないで。フォローしました、ありがとう。キーが難しいんだよね、その歌がうまいと言われる人がさ必ず歌う曲とかあるじゃないですか歌うまって言われる人は大体歌うねみたいな曲、雪の花とかアイさんのイメージ絶対歌うな。今年最初の雪の花を絶対みんな歌うイメージないけどさ、キーが難しいね。そういうのってさ最初は絶対めっちゃ低いとこから始まって、伸びた影を歩道に並べ夕闇の中を君と歩いてる、めっちゃ低いところ始まって、でサビが雪の花をって感じやん。キーが合わないんですよね、でも難しいバラード歌いがちそう絶対雪の花じゃない、絶対歌うよね。かミーシャさん You everything You everything ヘロ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 なんやけど、あなたを嘘はいらないみたいな、絶対それじゃない変だ、違うやろ歌うやろあんまり、うん、なイメージですね。中途半端やからさ、高い音が得意なわけじゃないんですよ実は限界がありまして、私の中でも限界がありまして、高すぎるやつはね全然届かない、そう全然届かない。地声でいけるところに限界があって、地声と裏声を混ぜてミックスボイスっていうのがあって、ミックスボイスで出せるならそういけるんですけど、ミックスボイスが下手すぎてもう致命傷ミックスボイスなんかもう何年もやってんのに下手すぎて致命傷です。なんか高い音が得意なわけじゃない、限界がありまして、歌えるもんならね、歌いたいのはね、あれシェネルさん、シェネルシェネルさん、ハピネスとかめっちゃ高いんですよ。もうねめっちゃ歌いたいんです、ギア高すぎて結構無理ってな感じ。嬉しいこと悔しいこと一番に伝えたいのに空回りばかり、おードゥルトゥドゥドゥンドゥルトゥドゥルサビのないの世界中で一番君のことが大切なの、大好きすぎてうまく言えないけど君がいるそれだけで
スイスいつでも You wanna happiness。 これめっちゃいい曲、めっちゃいい曲なのにさ高すぎて。うん、このアイスの限界を超えすぎてる曲、高すぎ、難しいね。ふくちゃんが僕が歌うときあいちゃんパートがめっちゃ似てる。え、それさめっちゃ、なんそのふくちゃんのやつは聞いたことないんだけどさ、めっちゃ思った。あいさが僕が歌ってたらなんかハッシュタグふくメール、ふくメールであいちゃんが僕僕だったみたいに伝えとる人多くて、なんかふくちゃんがメールで言ったんかなとか思ったんですけど、そういうこと？ハッシュタグ福メールでなんかつぶやいてて、何個か見つけたよね。なんで福ちゃんに伝えたんやろみんなと思って。そういうこと？こんばんは。こんばんは。なるほど。いろいろ改良してってみんなを真似できないアイスのさ、そのイメージがあるよ。みんなモノマネしてる。みんなモノマネしてるアイスの歌のイメージがあると思うんですけど、ちょっとずつ改良してってモノマネできん感じの声にするぞ。みたいな、ちょっと大人っぽくなってる、大人っぽバージョン。それならいいさ、今すぐにでもってやるんでしょ多分。それね、それだ、それだ、誰な声、アイサの純納得いってない声なんで。そう、みんなのモノマネの声変わるようにちょっと改良、改良、改良。でなんかぺちゃんとした感じで鼻にかかってるみたいな、アイサの自分で嫌いな声なんですけど。自分の声研究しすぎたの、なんで。ほんまに。そう、それするためにね、あーやっぱり挨拶声ってそういう感じだよねってなって、その声使えない、ダメだよねってなるんですよ。それならいいそう。なんかボクボクをあのレコーディングした時、何年前なんだよもう、あれ、あの時の自分はまだ習得できてなかった声。それならいいそう、今すぐにでも君の元へ駆けつけたい。ちょっとずつね変えてるんだよスタジオ公演の。気づいてほしいですね。すごい気づいてほしい。よろしくお願いします。声改良、声改良。なんか背が伸びたら、背が伸びたらなんかこの声帯も伸びるらしくて、ちょっとずつなんか自分で意識しなくても低くなって変わっていくらしいんですけど、全く背は伸びてないんで多分もうそれは無理です。それはちょっと無理なんで、もう自分でやるしかない。自分で太くて池みたいに迫力のある声に近づけるしかない。頑張ります、これからも成長。歌はね日々成長なので、楽しみにしていただける。次ね、こんな感じで私の歌を聴いてくださいっていう機会がいつになるかわからないんですけど、お楽しみに。頑張ります。
保護者そう、もう人生何周目だって、息が外す、音を外すっていう概念がないやん。鬼レンチャンとかも出て、さらにます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 とかで、それがすごいね。アイソは全然気抜けたところとか、気抜けなって感じやけど、全然絶対音感とかがないからさ、全然音外しまくる時もあります。えやばいみたいな、今日ダメだっていう時もあるけど、その音を外すっていう概念がないやん、まずそっからやなそっからですよね。うん、というわけなんで、ランキングを読みます13位ひとりごとさん、12位ふこうさん、11位キズナックさん、10位バンジョルさん、9位 NKQ さん、8位たっくん、7位せいがくん、6位まさかさん、5位ココア大地期星人、4位アッキー、3位ツンデスおじたん、2位そうちゃん、1位はドルルン、やすべーさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。では明日も頑張りましょう。ピース。皆さん、こちらアリサカンパニーよろしくお願いします。今日はこのヘザーブラックキャップでした。広めてね、みんなもゲットしてね。こっちの左の上の方のバナーから飛べます、購入サイトに。ゲットしてね。それではおやすみなさーい、バーイ。